はい、こんにちは。アンサーの時間です。私、原が進行していきます。よろしくお願いします。四時から四時半までですね。私のお話を聞いてもらえたら、とても嬉しいです。この番組では、メッセージを募集しています。メールアドレスは、七九七アットマーク fm 技能ワン。com または fm 技能ワンでは、ツイキャスト、YouTube での映像と音声のネット配信をしています。 FM 技能ンのホームページから見ることができますのでそちらのお,たのお楽しみください。ツイッターの方も連動していますのでツイートしてください。よろしくお願いします。はい、こんにちは。えー、もう12月に入りますね。あと何日ですか日月終わったら火曜日から12月です。ねえ。 フ類がやねいね, <laughs> ね他の方かどうですかねこの年末とかもう準備とかしてるのかな <laughs> 今ねあのどこもなんか夜の特観工事していますけどあの何だったかなこういうね公共の仕事ってこの時期ってデイジー磯が敷いていますよね。 でも本当に毎年思うんだけどあのこれだけ忙しくなるぐらいだったら定期的に突貫工事してから早く終わらせればって思うんだけどどうなんだろうそれは外から見ている人の言葉なのかな <laughs> わざわざさこの年末も潰してやるけどさ毎年なんだろうもうこれもっともっと 使いたいのかな <laughs>。まあそう言われてもね自分たち教育関係の先生も一緒なんですけどね旗から見たら先に終わらせればと思うけどできないんだよね人に言えないもんだね <laughs>。ということでえーっとですねだんだん寒くはなってきているんですけど皆さんどうですかこの扇風機とか 衣替えとかどんなな感じになってますかねまだねあの扇風機の方がまだ出,せ出されているっていうところまだあると思うんですけど洋服の方どんななってるのかなみんな。自分も分からんけどなんかまだ半袖が普通に置いてあるな普通に真昼間は半袖短パンで動いてるからね。 だけどこのね沖縄おかしいけど東京は何度でした ?14 度寒い時はねっほに同じ日本なのかね本当に思うさ、まあそこはコートでしょ。ね目覚ましテレビとかで見たらさみんなコートとかなんとかさなんかこんなのが売り出されているけど沖縄にいたら 使わんよって思うんだけど <laughs> 女性はどんななんだろう買うのかな冬物う,う,うちの夢ん買ってないけどな <laughs> う,いうもののブーツ買ったとか何も言ってこないけどどんななんだろうね若いまあ自分の年が年だからねえまさか市場にまでなって流行り物とか買う。 ちょっと困るんだけど、これが二十代とか三十代の頭とかだったらね。まだね、こんなのに敏感だし、コンパとかなんとかってね。いろいろ夢中な時期だから、もう最近、おしゃれものはも知らんから。どうなんだろうな。もう五分くらい喋りました。四分,分。はい、じゃあ、あと一分くらい喋りましょうかね。<laughs> 何言ってんだろ。 ということでですねえともう冬になるのかな秋かな冬かなえと洋服の調整なんですけどえとお子さんとか大人の方もそうですけど皆さんどんな格好してるのかなもう風邪ひかないようにもう長袖とかつけているのかなと思うんですけどまあよく言うんですけどやっぱりね肌にもある程度。 軽い寒さの刺激があると肌は強くなりますっていうのはね言うんですけどうーんでも本当に動いてあったかくなったらいいんですけどねでもサラリーマンとかはクーラー病とかもあるから難しいねまあその話はちょっと1曲目の後からやってみようかな。なんだ20だった Make y o ー h a p p ーです0120-49-7755ビング・ムービング・ンームービング・沖縄で検索沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。 夕方になると美味しそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて1人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ之ンの楽しみ方がきっと見つかるギノ之ンヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ノ之ンヒルズ通りに遊びに来てねはい二 i のメイクユーハッピーでした えー、おじさんから聞いたらねもう何でも一緒に見えてしまうんだけどなんか流行りってあるんだずね <laughs> この流行りがもうようわからなくなったんだよねもう自分の流行りは中山美穂あたりで終わってるんだけどねうんビーズとかね最初のね トンネルズの最初のねガラガラヘビとかあそこ世代なんだよね。<laughs> ねどうなんだろうでは歌間、まあ、違うね話がそれてきた何だったっけなあ何を喋っていったかわからんくなってきたさあ,あ衣替えでしたねすいませんねえー、と衣替えでですね うんと風邪をひかないように親心で子供にねもう中袖中ズボンとか履かせる人もいるとは思うんですけど個人的には多分自分と一緒の人もいるとは思うんですけどあの半袖またつけさせたいっていう時には自分はの肌着もう。 前いつももはたきつけてるはたきつけてるっていう男の子にも女の子にも言うんですけどはたき一つでタイプと変わりますからねはたきつけないでただ T シャツつけて遊ぶことはたきつけてる子では風邪ひくひかないっていうのが本当にもう拳銃に出てきますので面倒くさくてもはたきをつけさせるそれならねまたの対処ができるのかなと思います。で あの下手にね中寒いから長袖つけるとかあの肌に過保護になると逆にね温度調整この気温の差で肌が慣れてないからあの頭じゃないんですよね肌が慣れてないからそれが原因で風邪をひく。かのよね まあ、いろんな原因あると思うんですけどその中には多分肌この寒さ暑さの,この温度変化の,この調整力が不足しているっていうのもやっぱ一つのあれかなと思います。で話とっても変わるんですけど昔の,あの船乗のりさん上半身裸の日とかほぼたくさんいると思うあの昔はね。 あのよく海,海賊船とかありますよねあんまりよく、まあ、今でも海賊とかはいるけどあのそういう人って大体海行ったら半袖とかですよねでもねなんかこれもなんか意味があるらしくてこの体で風向きとか、えー、とこの気温の差とかこういうのを感じるためにわざとやってるっていうのもなんかあるみたいですね。ちょっとまあ 当たってるか間違ってるかわかんないんですよ。この風とか雲の動きもありますけど、えーとえっと、この肌、肌から来る情報で、えっ、ー、と風向きとかこういうのをなんかやっているって聞いたことはあります。だからもうある程度強いと思うんですよ。ね、アトピーとかはまた大変なんですけどね。えっ、ー、とでも どんなかな意外とアトピーとかはあの潮風であの強くなったりすることもあるので、まあ、ある程度ですよずっとやったら立たれたりする方もいると思うので、えー、だからそういう面でもまだ多少はいいのかなとは思ったりしますけどねまあうーん違うっていう人がいたらまあそれでいいんですけどはい。 えっとですね、次はですね、えっ、ー、ともう2曲目いこうかな。もうそっか、あと10分くらいか。えっ、ー、と、二十のブン,ブンブンです。はい、2曲目、20のブンブンンブンでした。えっ、ー、と、あと、うん。 5分だね。オッケーです。ということでですね。私原か進行しています。よろしくお願いします。アンサーです。聞いてください。えっ、ー、と絵本ですね。えっ、ー、とまあ。先週と一緒で大型絵本進めています。よかったら見てみてください、えー。だいたい1つの図書館で20か30種類ぐらいしかないかな？ 普通で買うと1つ1万円ぐらいしますからまあ借りるのもいいのかなと思います。ということでこのちょっとねこの歴史の中でちょっと裏話っていうのはすいません気に入ってしまってやっていいですかね。うんとですねこの裏歴史っていうのかな表には出ない。 ちょっと着色されたもののこの裏側でえっ、ー、と女狂いで藩主の座を追われた大名っていうのがなんかいたみたいですねえっ、ー、とその名前があの伊達綱宗、ね、伊達家の人なんだ頭いい人なのにまあ女好きといえばねあの徳川の初代 えーとですね、徳川まあ度忘れしてしまった誰だったっけ家康か家康さんはですねえー、とちなみに子どもがえっ、ー、と今でも日本記録戦だったかな30名とかいなかったかな多くを一番使ったのが多分その人だと思います。 でもあの人はね大将だからいいんですけどこれはあのお金をあの女の人の方にお金を使いすぎてえと藩主の座を追われたそうです。ということでねお偉いさんだからっていろいろ女の人に手を出したらダメっていうのは今も昔も一緒なんですね <laughs>。でですねえっともう一つ。 そうですねうん、何がいいかなお警察官これ前言わんかったかな江戸時代の警察官でね、あね本職の人ってとっても少なかったっていう話はしたと思うんですけど10点を持った下請け,下請け警察官要はあの自治自治何ね 今ありますよねこの時計団でが主に実定を持っていたそうです。で本職の人は管理職みたいな感じですとか言ってましたね。まあこれはあくまでも本の中ですけどまあこんなふうにねこの「百均の本でも面白いのがありますので見てみてください。 えーとちょっと真面目なお話ししてよろしいでしょうか2分ぐらいなんですあと1分か。大 <laughs> 大丈夫3大丈夫夫分くらいだそうです <laughs> 何言ってるのやらということで、あのー、この衣替えですねまあ、あのー、ちょっと深掘り自分なりの深掘りで話し,していこうと思うんですけど。 えと長袖は長袖でもダメっていうわけではないんですよね。あの薄手の中袖、あのー、まあ何も本当にトレーナーとかふかふかしたものとかはねちょっとさすがにびっくりするんですけど、えー、と薄手、あのー、T シャツの袖が長い丈のものとかああいうものなら多分。 状況によってはいいのかなでカーディガンっていうのかな薄手のねあの春春秋をありますよね。多分それならの保育園とか小学校でも別にいいのかなとは思います。風通しがいいものね。えっ、ー、とだからこの洋服本当に難しいですけど。 ね、あの大人もそうですけどちょっと寒いから中袖をつけるっていうのもまあ確かに合っています。でもやっぱり本当にこの自分の体を甘やかすと自分の方に返ってきたりするのでまあとても厳しいですけどね自分の体にもちょっと餅を与えるっていう気持ちでほんの少しでいいのであのー、ねちょっと寒さを与えるのもいいのかなとは思います。 その方が身も引き締まるっていうのもあるしねでまだ動かなきゃいけないとかで運動ですかね運動であの代謝を上げるっていう方法もありますまあほにね今から冬になってきますので皆さん本当に体調の方には十分気をつけてもらいたいものですねあと1分ぐらいですかねちょっと締めの言葉にしましょうか。 ええー、とそうですあの学校でも歩きながら行く子たちもいると思います。あの逆に歩いていく子たちの方は多分もっといいと思いますね。あの歩くで歩くことで体温も測りますのであの保,保育園とか幼稚園に行く頃にはアもう頭の方が回転が良くなるということでまあ今の時期はこれもいいのかなと思います。それともお水も十分に飲んでください。 あの乾燥していますので乾燥は太陽の乾燥もありますけどあの今の,あの時期のこの湿度があのほとんどない乾燥も、まあ、同じ乾燥ですから十分皆さん気をつけてくださいねではまた今週の放送も終わりになりましたまた来週は12月になりますねではまた12月皆さんの声が聞こえることを祈っておりますではまた来週。